チョピハロー。はい、こんばんは、こんにちは、おはようございます。今週も始まりました、ダーのふわらじです。よろしくお願いします。今週のオープニングプププププは、チョピハロバージョンでお送りしました。このイベントのことについてはまた後ほどお話しします。まずはですね、先週222総選挙を開催しまして、こちらコメントをくれた方々ありがとうございました。僕がね X で22時22分に投稿する際のハッシュタグ決めをする総選挙なんですけれども、今立候補してたのが、222タイムと、スマイルタイムと、ダーの222ということなんですけれども、先週ねもしかしたら、今週次週でその決定したのが決められないかもって言ってたんですけれども、もう決定しました、決定させましたなんかもうこれだっていうのは僕の中でもあって、でやっぱコメントでも僕と同じ思いだったので、はい、もう当選者が決まったので今週発表したいと思います。222総選挙当選したのはダーの222でございます。はい、こちらになりました。なので、これからですね、22時22分の X の投稿にはこのハッシュタグダーの222をつけて、投稿したいと思っております。ちょっとできる時に限ると言いますか、毎日はちょっとできないかもしれないんですけれども、できる日はやっていこうと思っています。なんでぜひね、皆さんもお時間あるときは22時22分にハッシュタグダーの222で X 投稿していただけると、僕も一緒の時間を共有している感じがあるので嬉しいです。はい、そんな感じで立候補してたこの3つ以外にもね、黒田ニニマサだっけ、本当にもうって感じのコメントもくれたりして、でも可愛らしくて面白かったなって感じで、本当に222総選挙ありがとうございましたということでございます。はい、そんな感じで、またね、今回第2回の総選挙だったので、またね決め事をするってなったら総選挙開催するので、ぜひお付き合いください。はい、そんな感じで今週のウィークリートークの方に入っていきたいと思います。今週はですね、もうチョピハロのお話をしたいと思います。いよいよね、明日が、本番ということで、こっからはね、当日来てくださる方向けのちょっとお話になってしまうので、来れないよって方とかはですね、申し訳ないんですけれども、イメージしていただいて、こんな感じなのかなとか、そういう感じで聞いてもらえたら嬉しいなと思っています。はい、ということで、ちょっぴりおかしな一日ですね、ハロウィンパーティー2024、ついに明日が本番でございます。はい、発表から約2ヶ月ですか、あっという間ですね。本当にあっという間の2ヶ月間でした。当日は、2部制になっておりまして、まず第1部がですね、11時45分開場で12時30分開演、そして第2部が16時45分開場の17時30分開演ということでございます。で、両部ともですね、終演後には特典会があるということで、こちらもね楽しみにしていただきたいなと思っています。はい、ということで、チョピハロのこと話すって言ったけど、今さ、そのキービジュアルとか、あとグッズのラインナップとか特典会のこととか、いろいろね解禁されてるんですけれども、肝心のねイベントの中身が解禁されてないじゃないですか。そう、これはね、当日までのシークレットなんですよ。そうだから
言えないんですけれども、そうだからチョピハロのこと話すって言っても別にね、今もう出ている情報しか話せないので、なんか今ここで新たに話せることはないんですけれども、まあなんだろうな、当日来てくださる方は、まあ当日会場に入った瞬間にもうその空気感というか世界観とか味わってもらえると思うんで、ちょっとねそこも楽しみにしていただきたいなと思っています。そういやー、ついになんですけど、そう言いたいけど言えないの、本当ごめんなさい、すいません、はい、なんでまあまあまあ今出てる情報のことで言うと、グッズのことですね。本当グッズもね、あのこの間事務所で現物を見たんですよ。めちゃめちゃおしゃれで良くて、なんか普通に僕も欲しいっていうか、なんか自分のグッズ持ってるの恥ずかしいとか最初思ってたんですけれども、でも普通になんかこれおしゃれでいいなって、自分でも欲しいなって思うぐらい結構いい感じなので、ぜひぜひね、あのブロマイドに、そうブロマイドはね、チョピハロのライムはチョピハロのブロマイドとライムのブロマイド2種類あるので、そう正確に言うと3種類か、ライムのブロマイド、チョピハロは2種類あるので、そう3種類のブロマイドがあります。そしてアクキーですね。そうこれもいいんですよ本当に。で、何だったっけ、缶ミラーと、あと何だったっけ、ちょっと待って、今見る、あそこあれを、あそうお待たせしました、あれだ、あのシール、ステッカー、確かそうそうそれがありますね。そうそんな感じで、いっぱいねおしゃれなグッズがあるので、たくさんゲットしてほしいなと思います。そして、特典会の方ですね、ツーショットが撮れるということで、あの僕もね今ねなんかいろんなポーズを考えてて、でそうなんかね、そうだからいろんなポーズでなんかたくさんツーショット撮りたいなと思ってます。なんか何枚も何枚もいっぱい撮ってもらえると僕も嬉しいので、あのたくさん撮りましょう。はい、そんな感じですいや本当ね、多分何回も言うんだけど、本編のことも言いたいんだけど言えないから、本当ね、あの同じようなことしか言えないんですよ、グッズのこととか特典会のこととか。そうだから、まあ、またね本編に関しては来週以降ねお話ししていけたらいいなと思っています。さすがにね終わった後だったら言えるので、はい、こんなことがあったよとか、そうなんでね、また来週以降楽しみにしていただけたらなと思います。そしてね、あの今回来れない方はですね、またぜひね、次の機会になんかまた会えるチャンスができるよう僕らも日々頑張っていくので、引き続き応援のほどよろしくお願いしますというのを申し上げたいです。はい、ということでですね、ついに明日ですね、来てくださる方々会えるのを本当の本当の本当に楽しみにしておりますので、ぜひぜひ気をつけて、現状ね天気もそこまで悪くないというか、まあ雨は降らない予報なのでおそらく大丈夫だとは思うんですけれども、くれぐれもね気をつけて来てほしいなと思っております。はい、ということで、ね、それではね明日お会いしましょうね。はい、そんな感じで本編は終わりです。本編はこのねふわらじの本編トークは終わりで、エンディングトークの方に行きたいと思います。今週のエンディングトークはね、そう来週のふわらじがねちょうど11月1日で僕の誕生日なんですよ。そうということは今回の放送で、まあ、27歳最後のふわらじということで、まあ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 27歳、まあ初めて4ヶ月ぐらいなんですけれども、まあ来週は僕はもう一つ年を重ねてるということで、何なんだろうね、まあ別にさ誕生日を迎えた瞬間とかさそこまでさ実感ないじゃん。なんかだんだんさ一つ年を重ねて過ごしていく中でいろいろ、あ何歳になったんだなとかっていう実感って湧いてくると思うんですよ。だから急に来週僕が28歳になりましたって言っても別にそこまで実感はないと思うんですけれども、まあまあまあ誕生日はねいろいろ感謝をしなきゃいけない日なので、親とかね普段応援してくださる方々とかそういういろんな支えがあって、今の活動ができてるので、改めてね来週はまたちょっといろんな感謝を伝える会にしたいなと思っています。なのでぜひぜひ来週も聞きに来てください。はい、ということで、今週はここで終わりたいと思います。今週もね
聞いてくれてありがとうございました。また来週お会いしましょう。バイバーイ。ありがとうございました。